ウィーバー。やばっ。うわっ、レディーゴー。はい、はい、どうもいつも見てくれてありがとうございます。現代忍者タクです。ニンニンピョンピョン。はい、稲川先生のベースですけれども、はい、今回は僕たちのチャンネルはね、はい、いよいよ、はい、私がいつも年末先生と、うん、手合わせしてた代わりを、はい、私のね、うん、親友である石井東吾にやってもらおうということで、はい、じゃあお呼びしましょう。呼んじゃおう、呼んじゃおう。ワインチャンネルの時空のマスター石井東吾先生です。よろしくお願いします。まあちょっとこれ日置いての我々の後編の動画になるわけなんですけれども、前編の時、ワインチャンネルの前編の時にナイフで対峙して戦われたじゃないですか。どうでした？どういう初めてだと思うんですけど、一番最初のあのお手合わせの時はもうクッキーの場合じゃなかったですね。あとタクちゃん、僕その時に初めて気づいたんですけど、先生こうやってますよ、あれナンバリング10を守ってた防御だったんですね。そう俺もだからこうやってるのはただ揺れてるだけじゃなくて、自分のここを全部守ってるのかで、こうやって揺らしてる、ね、なるほど。いや俺それストレッチしてるのかと思って。ストレッチもするんだよ。ほう、うん、このストレッチもね。え、そう、いや足踏んでる。なんで足踏んでる？なんで今足踏んだ？何そのカメラでも追えないところで要はさ、あのほら、準備体操がないから、もうストレッチしない。いや、なんか足踏んでんのだから。なんで足踏んでんの？じゃあ、先生、お呼びしましょうか。そうだね。はい。稲川先生！はい。よろしくお願いします。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 ちょっとあの前回のワインチャンネル側の動画になるんですけれども、前編でですね、ナイフ対決したじゃないですか。でやっぱり初めてということで、あの間合い視界には入れないと、先生もやられた時にどういうふうに何か感じられたんですか。一番はやっぱ先生のその垂直線のずらしが、簡単に普通はこうぐっと居座ってくるところをやっぱり先生散らしてるんで、ディフェンスとアタックがうまくコンボ一体になってる技だなっていうのはやっぱ感じたね、私はね。これは本当に、武器ありルールでですね、稲川先生と石井東吾先生が戦ってますので、概要欄皆さんちょっとリンク貼ってますから、もう一度ワインチャンネルの前編見直してください。ちょっと、俺もそのちょっと知りたいっていうのもあるんで、戦闘術だからね、であんまり素手でないけど、もちろん素手の時もあるわけじゃない。素手での戦闘術をやると平さん、平さん使って、逆でいって、うちは足田を出す。例えば先生、その殴ってきた場合に、蹴ってきた場合の技術で、例えば名前がなんか近いっすね。そうそう、ペッコントロールって言うんですけど、ここの1個分ぐらいが、多分先生とかだとこういくと思うんですよね。はいはいはい、この多分一歩だとこういくんですけど、自分たちはやっぱり先生の技でもあるの、後ろに、後ろ外側、はい、でやーばっ瞬間ですね、もう一瞬で、こうパンチ、そうですね、こうなんで、こっちのローリングかスイッチローリングが、これをこっちに行ってもらって、そうするとこっちに、そういう技が多い。先生それは重火器持ってるってこと？もちろん、はい、一緒。やっぱりそうですよね、似てますね。終始はいけないんですよね。はい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 。なんかもう一個面白いのは、この人間はどうでもよくって、もう一人例えばこういた時に、あいつを行かない、行ってから作った。目で見える敵はどうでも大丈夫なんです。なるほど、狙ってきてるんで、セカンダリーだと、ファーストトップガンは次のやつを狙うんで、そうすると打ちながらいけるようにはコントロールして、あるようになんかセッティングしてあるのが結構その戦闘術っていうか、銃を離しちゃうはないように作るの難しかったです。やっぱついこうなんかこうさばいくとこうなっちゃうと、そうですよね、絶対こうなってるんで、
入れる。手が使えない。手がその体さばきとは。そう。それをなんかこう作ってるのも戦闘術って戦いの場面でも作ってる感じ。先生あれ見せてください。蹴りが来た時の。あ、行ってみましょう。あれ。一回いいです。こう受けるんですけど、はい、実はこうアーマー。はい。アーマーあるんでここは OK なんですね。よし。ここの2本剣のあるうちの外側をブレーキング。これですね。ここに、まあ、スピードと言われるここでお見せできないものを埋め込むんですね。内部に入れてく技が多い。これ自身を受けてもバーンと受けたりなんか下がるとだいたい3人ぐらい後ろにいますんで、はいはい、まずこれは詰将棋でどんどん来てもよいしょよいしょよいしょってここまで押せたら勝ちっていう、はい、だから左右にもさばけないですね。こんぐらい狭いところを潜入してますんで、左右にも行けないところをこのスペースでここ蹴ってもらっていいですか。蹴れないんですよね、はい、よいしょっていう風に先生こう作ってあるなるべく押した方がいいっていうように何か作ってあります、ね。先生あの、はい、冒頭に一緒だっておっしゃってるじゃないですか。はいはい。どの辺が一緒。えその、はい、サイドに。はいはいはい。どうぞ足だ足だで足だで。あまりこっちの方どっちでもいいです。はい、いや大丈夫なんですよ、ね、いや、言いますよね、普通だろ、普通だろ、何でも、平さんがこっちでやってるんで、うん、何その石井戸先生は、こっち側じゃないとできないファンタジーだとも思ってる、いつもで、そんな思ってないですよ、思ってないね、ファンタジーなのは、毎日だけだから、おい毎日パンチね、おい違うわ、違う、ファンタジーじゃねえわ、そうだったね、俺、前回、下噛んでる、下噛んでる、そう、じゃあ、ちょっと先生、はい、そう、一緒だって言ったのは、さっきの稲川先生が、こっちに振でそこからこっちに入るっていうやり方は例えば相手のジャブをこっちに誘発するんですので、はいはい、最初こっちに逃げることによって相手は次こっちをセットするわけですで、はい、ワンでワンでトゥルそうですねそうとか、まあ、内側に入ると良くないんでこっちになってこうわっ伊藤園三角形のこのツクリーなところですよね。そうですね、うん、三角形をうまくこう、はいはい、アイスラリスをこう、はい、分けてらっしゃってますよね、うん、ずらしてずらしてますねその力のベクトルを、はい、これは東郷先生のこの戦い方なのか、はい、G 君道の戦い方なのかどちらも G 君道の潜入術でそういうふうに、うん、でそれをステップを使ってあのタイミングをずらすっていうかこの足が着地する前にこっちに切り返すから、うん、ハーフでこっちでしょここがつく前にワンツー入るワンツーこう入る、うん、このつま先とかかとうまく使い分けるんですよね、はい、そうですそうですあの ビートっていうか、はい、パン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 リズムがやるもう一度先生ちょっとお願いします、はい、ゆっくりゆっくり足がねここすごいねこちゃんとついてない先生ってここ声を置いたらつかないこうでブンってこうついてないのあのこっちシフトだけですよねたぶんここですよね、はい、これなんですよこれみんなね見ないやっぱり先生上半身見たくなるこのトラこの柔らかさ、ね、これがあることによってしかもこの直線上の中にこう収まってるこれなんですだから三角ができてる三角できてるんですよねこれが面白いだってずっとおっしゃってましたもんね、うん、足がやっぱり上に目が行く感じだけど、うん、フェンシングやっぱり、はい、あのリーシングは多分フェンシングから作られてるんでフェンシングってやっぱりそうですよね突く上げる俺もフェンシングはこう打側の練習をこうするんですけど、うん、これじゃあやっぱり突きさせないんですよね、はいはい、これを多分素手でこうやられてるっていうのがやっぱすごいですよね拒否も解かせていただきましたけど、はい、どうでしょうかはい、はい、ありがとうございますじゃあね、じゃあ締めようかはい、ね、そうですねいやいや戦ってねえだろえ戦ってねえだろあ やっていただいてでそうなるか知らないよいや確かに先生あの、はい、後ろに3人もいないしセカンダーもいないですけれども大丈夫でしょうかいやダメかもしれないですだから怪我がねだけはないように、はい、もちろんです、はいまあ、視聴者の皆様にちょっと言っときましょうここまで振っておいてカットされてたらそういうことだとそうだねということにしましょう、うん、そうだね、うん、じゃあ志田君がね30秒測ってくれますのではい
じゃあ大谷いつも通り、はい、セッティングしたら用意は大谷の用意始めで、はい、お願いします。30秒間ということで、はい、はい、先生スタンバイお願いします。はい、あ、一分だけ、はい、うん、はい、どうぞ。その間にユキオさんに戦ってもらう。おい待ってくれ、俺はもう今見てください、先生の側近として横にいますから、ね、そうそう、そう先生のタイミングでやるんで、はい、分かりました。すいません、どっち側よ。すいません、どっち側の立場よ。先生に突っ込みます。いや、先生のタイミングでやられるってことですね。はい、あ、分かりました、分かりました。じゃあうちの、いや、うちの稲川出すので撮影出してて、それで、いや、そしたらあなたたちのタイミングでやるやったら帰ってください。ごめんなさい。ただ誰よ、ただうちの誰よ、うちの東郷だって今一応準備できてるんで、そうだ、そっち側に待たされてるのも俺らも納得いかないんですよ。本物の戦いでさあ始めようかでやるか、やらないんだよ。いきなり先生が立った瞬間バンだよ。なるほどね。すいませんね、何で何見えバッキバキになってる。俺行きたいっすわ。いや、すいません、でも T シャツに思いっきりワンインチって書いてある。行ってまいります。はい、リージャー行ってまいります。ありがとうございます。スタンバイレディー、うん、ゴー。お願いします。先生もうちょっと。レイ、ゴッ。おお、きついきつい。いやいや。あと10。おおお、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでどうでした。いや、間合いがこう急に一気に詰まったり、やっぱ変幻自在なこの独特のタイミングでやられていて、ありがとうございます。良かったです。マネージャーどうでした。誰、30秒って聞いてて、はい、あともう30秒やってて、はい、で誰で誰、あ、すみません、僕おかわり要望しちゃいました。こっちの人です、おかわり要望したの。おかわり要望しちゃいました、すみません。うちの稲川は30秒やからっていう話で、はい、そう受けてて、はい、もう30秒やってる、はい、で彼は誰なの。どの立どの立場で、あ、こっちどこの立ち位置でおればいいか分からないですけど、先生ありがとうございます。ありがとうございます。最後だけ便乗させていただいて、いや疲れた。100チャンネル意外に防御しなくないですか。だから余計くないですよね。そうそうそうなんですよ、さばかないから。そう、あ、そう、まあ、何が待ってるのかなっていう怖さもありました。足取りに行ったりもして、しますします。1回目のなんかあれも多かったですけどね、東郷先生の周りにね、膝を折れてスーッと回り始めた。すごいいい経験になりました、本当に。いや、はい、思った以上に先生が上がってますもんね。違う違う違う、はい、なかなか上がんないんですけど、はい、今回はありがとうございます。いいでしょ。ありがとうございました。先生は、赤本先生はそっちの方です。先生はそっちの方です。いやー、すごい戦いでした、はい、本当にすいません、最後だけ出てきますけど、はい、先生どうでした。いややっぱ先生の経理、おお、ゆらやもん、あぶらくさの辺まで、さっきからずっと先生が言われてるように、はいはい、三角形を絶対ずらすんで、はい、あ、気づくとカービングで背中いるんで、ほら先生たち。だから相撲喧嘩格闘じゃないですよね。綺麗に作られたなんかその戦略を自分の体を持ってパーフェクトにこなしてるっていう。だからやる、そ、本当はそれあるとやること多くないですか。多いです。本当はもっとこ う一発で終わらせたいところをこっちにこっちに行ったら、やっぱりそうですよね。そういうのを感じました。ありがとうございます。